マリンちゃんそのままの人がおるけど。俺もマリンちゃんっつったらあのパチンコしか思い浮かばないですよ。海物語。海物語のあの魚群がバーって出てくる。いやあれは久々に大当たりのアニメと思うけどね。マジですか。まあ、原作が面白かったっけ。湯がわかんねえよ。強いっすね。お湯って。なんか言ってますよ。あとあと。二人ともスルーしましたが。でもあっても死にこいるよね多分もう。多分そうでしょうね。こんだけ暖かくなったら。月末が多分いるんじゃない。うん。いやー今顔かカマかぶりに悩めんだけど。おはようからお休みまで。うん。それ顔で。あれ受けたんだから。困った顔しない。優先するそのまま。いやそれこれやるんじゃないあんた。うん先八九時が。まあそのままでいいじゃない。八九時があって。八九時。八九時。今分かった。八九時って出てくるのがすげえな。あ、つばさん。速攻出てくるのがすげえ。さすがだ。さすがだなみんな。手触り違います。これなんか縫製すごいめんどくさいらしい。触っていいですか。お、ほんまや、なんだこれ。え、これ何、湯を弾くとかそんなんじゃなくて。で、薄くって軽い。は薄い。軽い。薄ゼリアコード 0.1 0.1 か、そうか。0.01 じゃない、あれ。いや、ごめん、よしだ。これ、出してるメーカーあれですか、岡本ですか。岡本、そっちで来たか。そっちで来たか。炊飯器？めっちゃ炊飯器開けたやん。ガチめのやつ。ガチめのやつ。めっちゃガチめやね。超ラッキーだった。超ラッキー。もらった瞬間入れましたもん。これオピネルあるけど全く使わんというこのオピネル。え、10番？9番までか。何番かねこれ。あ、10番までいけます。8から10。ステッカーをいただいた時のお礼を 何かっていうお酒でと思ってたんですけど。YouTube 見てたら日本酒がダメって言うから、あ、ダメじゃないってハマってるんです最近。ダメって言って飲み出しましたよ。そうそうそう、飲めるようになったっていう。初めずっとなんかアルパカばっかり飲んでたアルパカ。そうっすね。で俺が酒ばっかりも日本酒ばっかり持ってくるからね。でやっぱね、あの和食が食えるようになって、 あれよ岡山のあの和食。あ、そうだそうだ。前ダメだったんですか。和食前ダメだったっすね。あ、獺祭は岩国ですけど、岡山のあれだ、夢見て騒動だ。で、ハマったんよ、この人。あれ、うまかったんですよね。はめたんですね。あれはね、岡山からキャンプ来た人が持ってきて。持ってきたんですよね。あ、逆にそれで遊ぶのはいいかもしれないですね。ここだけ。そうそう、おっぱいキャンプ。何、おっぱいキャンプ。おっぱいキャンプでも最近見なくないですか。何ですか、おっぱいキャンプ。あの、あげてないんじゃないの、あれ。部員でこの辺だけ映しそうようなキャンプの動画がある。西を映せ、キャンプですよ。おっぱいと、ね、キャンプ行くのにめっちゃ短いさ。刺される気満々やろって。あんな感じだ。あの演奏なのにずっとここ映してるみたいな。あ、そう。あ、おっぱいピアノありますね。ピアノあるね。あれ韓国の人よね、あれ確か。おっぱいピアノ。多分そうですね。めっちゃノリノリやん。ここカラオケルームが作れる。え、カラオケ？カラオケルーム作りましょう。ここが、はい、そこを押し込みましょう。こういう設備がある。イナックやそう、なんか上に。このフラーボール見ますよ。カラオケに行きましょう。はい。2階行きましょう、2階。ええ、話聞いただけでもいいや。行きましょう。あれ、どっから上がるんですか、2階。2階一通り見たくべきですよ、やっぱり。いやいやいや、大丈夫ですよ、もうこんなにいるのが。どうぞ。あ、ここからですか。そこ開けてもらって。あ、これだ、階段。あ、これか。だから階段めっちゃギリギリじゃないですか。これ、うん、危ない。なんか抜けない。よいしょ。あ、これはないですね。これじゃないですか。カンオケって。カンオケ、どうぞ。見たい。アルバル来たぜって言わない。無用なコート。三十キロ。はい。焚き火祭りなんで。まあ見て少なければ増やしてもいいですね。
そうですね、うん、10キロなんぼでしたっけ。キロ100円です。1キロが10キロが1100円。おお、これ連結してるんですよ実は。え、おおおお、ああ前言ってたテーブルというか真ん中で連結してて、で本当の製品はここで切れてるんですよ。で普通のこの手をこいつとこいつさせばこれと同じサイズになるようにして、これ買ってる人がなんだろう、これゴミってならないように、だからここだけここだけ追加すれば拡張できるっていうふうに。銀色、この金色と、あ、それ影がすごい。あなたが落としたのは金がある。ダメですよ、正直じゃないと。正直じゃないと。両方もらえないですよ。ステッカーをこれ多分渡ししないと思うんで。はい、ありがとうございます。あ、そうなんですよ。ね、こう切れ目入って、ほんまにちょっとそれのミニチュアみたいな感じに。こっちが2時間で、こっちが大体3時間ぐらい持つそうなんで、途中であの火を消せばまた使えるみたいな。こっちはこんな。あ、こんな感じですね。あ、こっち大きいけどあれなんや。面積広いから、燃えるあれが広いからあれなんや。もう広がっちゃうらしいですよね。だから、3時間だよね、はいはい、その分火力が強いんで、はい、お湯ぐらいだったら多分沸かせられる。あ、そうなんですね、はい、うん、すごい。そう、2年前のオフ会で飲もうと思った時買ったのに飲めなかった2020年バージョンです。2年寝かしたら美味しくなっちゃうはず、ね、はい、あ、ぜひぜひ飲んでください。ありがとうございます。で、しまちゃんと2人で、あの、あれユニフレーム の, あのペレットストーブがあるとかって言いながらね、横手に鈴木さん今日持ってくるよ持ってくるよこれで、あの焼けたら裏返す、今ですよ、横が焼けたなければ横にして、いや、疑問じゃなかったんですけど、いいですって、いいです。で、持ってこうやってやる写真金取りに来るし、あれが売りよりも、あ、石城さんこれはこれでいいですよね、うん、これ一応サイズ別に並んでるんですね、はい、すごい、すげえ。あ、ごめん、大丈夫、入れ、入れてるの、入れとるよ、と、申し訳ない。これなんか被ってたり、あ、すごい、ありがとうございます。見たことない。すごい。これも入れた方がいいかな。これが一番いるか。これめんどくさい。これが一番。常に金入れた感じ。おお、やばい。上の方が上がったところぐらいの方が綺麗かな。綺麗。なんかの儀式みたいですね。ねえ。本当なんか儀式みたいな。そうだね、なんか儀式みたいな。なんかの怪しい宗教みたいな。UFO よりは UFO。これ小さいやつもあったんだけど、はいはい、これは何サイズなの。これが M サイズ、ありがとうございます。じゃあ皆さん乾杯でもします。待ってました、その声を。綺麗に二次練習しよう。ノンアルで乾杯させてもらいます。じゃあ皆さん今日は集まっていただいてありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。乾杯。ありがとうございます。僕が飲めんのでしたか。すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。鈴木さんがそこから離れられる。2年できなかったから多分3年ぐらいです。意味ないじゃないですか。で、田村だったらまた出てきてこうやって。もちもち。もちいるかって。もちいるかって。お餅だけ食べたかった。写真も動画もと、あの、だって動画向こう向いてるんですよ。ああ、まあ、姿の動画も向こう向いてるから、こちらも20秒ありがとうございます。いただきます。
僕もいただきに来ました。はい、ありがとうございます。どんどん置いていかれてる。なるほど、なるほど。ああ、これ、僕も持ってます、これ。島さん持ってるやつ。はい、え、じゃあやってください。僕ね、毎回これ組み立て方迷うんですよ。あ、なるほど。そう、なんか偶然うまくいくときだけ。巻き込むのいいですよ。結構火がくないですか。うまいですね。よかった。これ高原そばじゃないでしょ。いや、でも河原そば。山口県のスーパーでやるってこういう河原そば。はいはい。振ったのは振ったですけど。オッケー。今全然残ってないです。今日はもうね。垂れてきて。あ、そんなことがあるんだ。この回収でめっちゃ疲れるじゃないですか。すごい。かわいい。このタイプよね、いるの。オーディカンでバーナーがこのタイプの。そうですね、多分そのタイプやと思います。なかったっけ、探したら見つからんかったっけ。買ってきたんじゃ。高いでジェットボイル。乾杯乾杯しましょう。日本酒で乾杯。早いよ、日がまだ高い。動画動画はぁうるさい時は言ってね、その時黙った多分無理やけど黙る。いやいやいや、ちょっとぐらいは取る間ぐらいは頑張る。節操がないけどダメよこれ。いや、それほどでは。あ、俺のより全然軽いねこれ。やっぱ体着できたらね、パン焼いたりとかできるんですけど、ね、そうそうそう、無理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 、アルミは無理無理ね。ただこの GHQ のやつ、じゃあ GHQ じゃなかった GHQ 日本占領軍から言うなんすか。マッカーサーマッカーサーやろ GHQ。 まだ戦後でしたから。まあ戦後は戦後だけど